山川浅間神社は東京都大田区田園調布にある神社。旧下沼部村の鎮守。陶器上の宗教法人名称は浅間神社。全国にある浅間神社の一社。本殿の建築様式は浅間造りであり、これは東京都内では唯一。社殿は浅間神社古墳の上に建てられており、間、ま、に東急東横線を挟んで、 玉川大公園の絶上大地に連なる。社殿までの参道は、多数の溶岩が置かれ、富士塚のように、富士登山を模している。富士山本宮は間大社同様に、この花咲くや姫命を主催神とし、熊野神社と赤城神社を合祀している。創建は、鎌倉時代の文字年間と伝えられる。源の頼朝が、豊島郡滝の川松崎に出陣した時、夫の身を案じた。 北条政子が後を追って玉川まで来た。その時は拉致の傷が傷んだため、この地で傷の治療をすることにして投留した際に、吉光山へ登ってみると、富士山が鮮やかに見えた。富士吉田には自分の守り本尊である浅間神社があるので、政子はその浅間神社に手を合わせ、夫の部運長級を祈り、身につけていた聖寛禅像をこの丘に建てたという。 それ以来、村人たちはこのお像を、富士浅間大菩薩と呼び祀ったのが、この神社の起こりとされている。その後、1652年5月に、浅間神社表坂の土止め工事をしていた時に、9合目あたりから、聖冠全音の立像が発掘された。玉川で泥を洗い流すと片足が欠けていたため、新たに足を鋳造して祭り、6月1日に神事を行ったという。これに習い、 現在も6月に霊祭を行っている。1907年に、一村に一神社という合祀のための精霊が出されたため、当時の東京府江原郡調布村大和下沼部に、あった赤木神社、熊野神社、浅間神社の三社の内前二社を当社に合祀する。境内には、富士高住教の祖である職業、魅力の石碑がある。明治15年に、 地元の校舎が33回目の登山を記念して建てたものである。この石碑の字を書いたのは、かつ改修である。東急電鉄東横線、目黒線、玉川線玉川駅徒歩2分。ありがとうございます。